Special! Psycho Special Dasher! Hey, look out! Psycho Special Dasher! 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 ナゲット3個買ってソース1個え、3個買ったんですか。それはなくないですか。どうぞ。あ、何してこれ、テーブルに映ってるみたいと今まで撮られたんですけど、何これ。あ、テレビに放送するわけ。そうです。本当やったー。やっぱライブを見てて、ライブに入ったんですよ。すさまじい気迫っていうか、もう見ると圧倒されるっていう。なんかあの UG マンのあのライブのあのすさまじさっていうのは本当にすごいなと思うんですけど、あれっていうのはやっぱこう見てて、なんだろう、音楽っていうのが自分にとって何かっていう、はいはい、まあ、バンドハードコアっていうのが自分にとって何かっていうところにつながる。すごいいいこと言いましたよね。ダメだこれ。あ、そういうふうに分かります、分かります。いや、あ、そうなんだ、すげえ嬉しい。なんつうか、なんだろう、なんだ気迫とか、あれしかできないですね。できないと思うね、それしかないみたいな。あれだと思うんですよ、あの
あれ来てか、これやってないとやばいぞ。やってないとやばいと思って。人間的にやばいと思って。ああ、一生懸命。やってないとやばいですね。そうじゃないとマジで怒られますよ。いや、怒られないよ。っていうか、まあ。自分は。ああ、なくなった。ごめん。なくなった。つける。一応あれなんですよ。いっぱいあるよ。まだ食べてないのに。食べてないの？うん。落ちちゃった。やる？ソースもある。ソースもある。あの、一応パンクスになろうと思って始めたんですよ。パンクスになろうと思って。それで、もうパンクバンドっていうのは。その人たちのなんか生活みたいなのも一緒じゃないですか、生き方みたいなね、そういう生き方みたいなね、ちょっと格好をつけるわけじゃないですけど、あ、こういうのができればいいなと思って、音楽やってこういう生活してっつうのができればいいな。まあ音楽バンドっつうのはそういうのを表現するね、いいあれですよね、形。もしかしたらでかい、まあそういうのを別にまあ嫌いなわけじゃないけど、なんでかい箱とかで裾から出てくるのとやっぱ違いますよね、よくわかりますね。そこら辺でウロウロするのも大丈夫ですね。あれじゃわかんないでしょ、どんなんすよ。服着てんの衣装かなと思う時もあるかもしれないもんね。着なげなくないですか、どうかかっこいいですよ。できればだんだん汚れてだんだん出てくる。試されたんですけど、まあ、そんな感じで、ね、あの、していくのが、していくのが、するのに憧れて、やってるということです。あの、センスを問われる場ではないですよね。だからセンスを勝手に作ってもいいですよね。だからきっとみんながそれを、まあセンスがいいって言ってくれるならすごいありがたい感じですけど、だってでもそれ自分で作ったセンスですから、センスですもんね。あ、これでいいのかみたいな感じで思ってくれる。だからセンスいい悪いは全然ハードコアとかパンクにはあんま関係ないんですけどね。だって DJ じゃないからDJ とかそのね、そのそういう音楽の事情通じゃないから、あれやばいよねみたいな感じで、別に自分たちが言うことも必要ないじゃないですか。ただ自分たちは自分たちの音楽を作ってやるだけですから、ダサいも何もセンスがいいもあんま関係なくできますよね。そこがパンクとかハードコアのいいところじゃないですか。もう勝手に突っ走ってればそれがかっこいいですよね。だからきっともうそれがセンスいいなって言われたら最高に嬉しいですよね。ありがとう。え、ヒップホップの CM やんの？ここで。わかんない、テレビ見てた方がいい。あるじゃん。I love it ってやつあるじゃん。知ってるし。だからするとね、ちょっとね。ユージマン、これから先、やってるどんな感じに。やっぱ目標は CM してる。アイムラブ。ありがとうございました。あ、本当。でも終わっちゃったもん。ありがとう。ありがとう。かわいい。またね。バイバイ。ゴミを詰めて。え、また来んの？明日何？ゴミ箱入れろ。ゴミはどうした？